県は、新型コロナウイルスについて、新たに83人が感染したと発表しました。新たなクラスターも1件確認されています。感染者を年代別で見ると、最も多いのが60代で13人、次いで20代と40代が11人などとなっています。感染者の累計は22万7,321人となりました。 先週の日曜日より37人多く、3日ぶりに前の週の同じ曜日を上回りました。また、新たなクラスターは1件で、湯沢町の障害者施設で確認されています。亡くなった人はいませんでした。現在入院しているのは75人で、重症者はいません。